他の内閣より良さそうだからという人が 45% と5割近く依然として占めています。地味は消極的な支持に支えられているというわけで、今後直面する課題どう決断していくのかないという夢を張り寄せると思います。でその、まあ、直面する課題というところがポイントだと思うんですけど、直面する課題具体的にはどういうことがありますか。高速道路の渋滞状況です。